頭痛に対する良い対処法。チャレンジさん、43歳男性、うつ病で自宅療養中です。頭痛がひどい場合どのように対応すればいいのでしょうか。朝散歩、体操、買い物を継続し、睡眠薬を服用することなく過ごすことができております。これなんかも主治医と相談したらいいんじゃないかと思いますけどもね。頭痛っていろんな種類があるんですよ。よくあるのは偏頭痛って聞いたことあります。あと筋緊張性頭痛っていうのもあります。筋肉の緊張ね。頭痛って頭の中が痛いのではなく、血管からの痛みっていうのが偏頭痛であったり、この筋肉からの痛みが外側の筋肉ね、この辺の筋肉とか、あとこの辺の筋肉ずっとこの辺下の方までつながってますので、そういう筋肉が緊張すると頭痛っていうのが出てきます。ですからこうデスクワークとかパソコン仕事とかをすると頭痛が出たりするっていうのは、やっぱこの辺の筋肉が硬くなってくるので痛みが出るということ。そういう筋緊張型の頭痛って結構多いんですけども、こうやってヘッドマッサージみたいなのでマッサージしてあげたりすると少し良くなってくるっていうのと、そういう人の場合は痛みが出てからですね、やっても遅いので、仕事中とか出る前にね、普段からそういうことをしていくってことで予防できたりもするんですけども、偏頭痛とかはだからどちらかというと血管の痛みですから、いくらマッサージしても良くならないですね。だから緊張性の頭痛なのかどうかっていうのも主治医と話すと大体分かったりすることが多いですね。筋肉をほぐす薬とかを飲むとすごく良くなったりします。市販の鎮痛剤では本質的ではないです。ただ痛みを止めてるだけなのでね。筋緊張型頭痛の場合は筋肉の緊張からの頭痛なんで、筋肉をほぐす薬を飲むとすごく良くなったりしますね、という形ですね。自分で対応する場合はどうすればいいのかって言った場合は、基本的に痛みが治まるまで待つしかないですね。なのでどういうシチュエーションで頭痛が出るのかっていうことを分析して、そこを避ける、あるいはさっきみたいにやっぱ疲れた時とか午後になったら出るってことだと、途中で休憩を入れながらやるとか、あと仕事の合間に体操をするとか、首周りのほぐしをするとか、あと頭のこういうさっき言ったヘッドスパみたいな頭の揉みほぐしをするとか、そういったことでも対応できるかなと思いますけども、病院に通っている方だったら、ちょっと最近そういう風にちょっと頭痛がするんですけど大丈夫ですかねっていうことを相談するっていうのはいいかなと思います。あとしばしばひどい頭痛に襲われるという人は、例えば毎日のようにとか週何回激しい頭痛に襲われるっていう人は、いわゆる偏頭痛みたいなねものの可能性があったりします。そうなった場合は精神科とか、とまあ神経内科とかでも見てくれるかな。ちょっと一度見といてもらった方が安心かもしれませんし、偏頭痛って最近いい薬もたくさん出てますので、薬で非常にコントロールしやすいということもありますので、頭痛で仕事にならんとかね、非常に苦しいと思いをしている人がいると診察っていうのもありかなというふうに思います。これをやるとピタッと止まるというような方法がもしあればですね、それはそれでいいんだけど、あとはリラックス系の娯楽を入れるっていうようなことで、やっぱり目とか使いすぎると、さっきの筋緊張型の頭痛とか起きやすいと思うんですよ。この辺の筋肉使うわけですからね。だから休み時間にスマホとかをしないとかですね、休み時間は目を閉じて、最近は目薬とかアイボンっていう目を洗うようなやつで時々目を休めたりする、仕事の合間にするんですけど、それもすごくいいんじゃないかなというふうに思います。だから休みを入れていく、仕事の間に休みを入れて予防していく、痛くなっちゃうとなかなか治りづらいので、事前に予防するってことが頭痛の良い対処法なのではないでしょうか。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。